賢、賢いという字に行きます。まず縦が先ですね。少し長めに持ってきますね。横、感覚をだいたい揃えて持ってくると書きやすいです。この線ちょっと短めですね。で、立ち気味に払ってきたら、これは45度で長く持ってきます。下に貝を書きますね。下はあまり大きくない方が、バランスがいいです。この線の下あたりから、この線の下あたりから、ちょっと左よりも長めに止めてください。